トラストチャンネル。みんなこんにちは。俺は仮面ライダーセイバー。これからみんなの平和を守っていくライダーだ。みんなテレビでの活躍見てくれた？今日は仮面ライダーセイバーをもっと知ってもらうために変身ベルト、ソードライバーを紹介するよ。まずは変身だ。仮面ライダーセイバーはこのブレイブドラゴンワンダーライドブックを使って変身するんだ。まずはページを開いて、かつて全てを滅ぼすほどの偉大な力を手にした真珠が見た。ページを閉じる。そしてソードライバーにセット。聖剣ソードを引き抜いて変身だ。変身。これで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンに変身できるんだ。敵か。その本を俺によこせ。断る。ちょうどいい。これからみんなにソードライバーを使った攻撃を紹介するよ。まずは聖剣ソードのトリガーを押す。タトクワ。次は必殺技だ。たくさんあるからしっかり見ててくれ。まずはソードライバーのホルダーに聖剣ソードをセットしてトリガーを引くんだ。そして抜刀。いや、次はワンダーライドブックのページをプッシュして必殺技だ。いや、まだまだあるよ。次はワンダーライドブックを引き抜いて聖剣ソードにリードさせるんだ。最高で3回までリードできるから今回はマックスの3回リードしてみるよ。そしてトリガーだ。グフー。次はワンダーライドブックをソードライバーに戻して聖剣ソードも戻す。そしてトリガーを押して聖剣ソードを引き抜く。次が最後の必殺技だ。聖剣ソードをソードライバーに戻してトリガーを押す。もう一度トリガーを押してライダーキックだ。ふん。ふう、なんとか倒した。こんな感じでソードライバーを使って戦うんだ。あ、そうそう、今回は一つのワンダーライドブックを使って戦ったけど、他のワンダーライドブックを合わせてパワーアップすることもできるんだ。変身のやり方は一緒だ。使いたいワンダーライドブックのページを開いて、とある少年が太手に入れたお豆が巨大な木となる不思議な話。ページを閉じてソードライバーにセット。聖剣ソードを引き抜いて変身だ。変身。これで仮面ライダーセイバードラゴンジャックに変身できるんだ。そしてワンダーライドブックは最大3冊までセットできるんだ。もう1冊セットしてみよう。まずは聖剣ソードをソードライバーに戻して、使いたいワンダーライドブックのページを開く。ページを閉じてソードライバーにセット。聖剣ソードを引き抜いて変身だ。
変身。こんな感じでさらなるパワーアップも可能なんだ。これからテレビでいろいろなフォームが登場するから応援よろしくね。じゃあまたテレビで会おう。物語の結末は俺が決める。バイバーイ。ふふふふ、今日はどこを本の世界に引っ張り込んでやろうか。ふふ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 。あ、転んだ。いたたたたた、なんでこんなところにバナナの皮が落ちてるんだ。バナナがバナナで滑って転んだのか。あれ、動かないぞ。大丈夫かな、誰か助けてあげないと。誰も通らないな。しょうがない、俺が行くか。大丈夫ですか。一つ一日から持ち。ん？ああ！貴様、何やってんだ。違う。一つ、非道な悪い奴にゃ。だから違うって。二つ、震える大地の怒りを。ちょっと聞いて。三つ、見舞ってやるぜ。問答無用。まさか。変身。あれ？あ、もう変身してたか。うん。うるさい！問答無用！理不尽！ふん、ぐわ！とどめだ！これにて一件落着。何？まだ起き上がれるのか。ちょっと待って、誤解だから。誤解もヘチマもあるか。これならどうだ。玄武ジャックン、フォームチェンジした。今度こそとどめだ。トーン、いたたたたたたた、ひどい目にあった。俺何もしてないのに。ふん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 、くわー。え、どうしたの。ストームで HP が削られていく。フォートナイト、どうした。あー、お前だから違うって。なあケント、カリバーの倒す方法何か知らないか。そんなものあれば俺が倒してる。まあそれはそうなんだろうけど、一応ケントのお父さんなわけだし、何か思いつかないのか。だからないって。せめてカリバーの使っているカリバードライバーがあれば何か秘密がつかめるかもしれないけど。おい、みんなー。トーマ、みんなに大ニュース。なんだと思う。もったいぶらないでさっさと言えよ。もうしょうがないなー。じゃあ行くよ、これ見てよ。じゃーん。カリバードライバー、どうしたんだ。えへへ、ちょっとパク。借りてきた。借りてきたってどうやって。いやー、それが街歩いてたら昼寝しているカリバーがいてさ、ちょっと借りてきた。
そんなことあるのか。まあ確かに昼寝は好きな人ではあったが、まあいいからいいから、せっかくパクってきたんだからいろいろ調べてみようよ。パクってきたって言っちゃってるし。何から調べる？そうだな、まずは変身システムから調べてみよう。それはいいな。でもどうやって調べるんだ。難しく考えないで、とりあえず変身してみようか。え、ちょっ、じゃあ僕のブレイブドラゴンワンダーライドブックで変身してみよう。じゃあ行くよ、変身。トーマ、大丈夫か？トーマ？おいトーマ、しっかりしろ！ち、ごちゃごちゃうるせえんだよ。え？さっきから何度も何度も聞こえてるっつーの。トーマ、どうしたんだ？どうもしてねえよ。俺に話しかけんなエクレア野郎。一体どうしてしまったんだ？急にトーマが不良になってしまった。カリバードライバーで変身したことが原因なのか。確かワンダーライドブックをリードした時にジャークブレイブドラゴンって言ってたよな。そうか、カリバードライバーで変身すると全て邪悪なものに変身してしまうのか。何をごちゃごちゃ言ってんだ。おいそこの黄色いの、俺の肩もめ。トーマ、お前は今カリバードライバーの影響で邪悪な心になっているんだ。変身を解除しろ。嫌なこった、ファザコン野郎の意見なんざ聞く気ないね。ファザコン、いいからベルト外せ。うるせえ、話しかけんな、エクレアが映る。貴様、おいやめろ。エクレアが映るってなんだ。ベルトに触んな。ベルト外せ。ちょ、やめろ、やめろよ。は、俺はなんてことを。ごめんリンタロウ。ジャークライオン、リンタロウ。あ、あれはトーマから外れた衝撃でリンタロウに巻きついて変身したのか。グー、そんなことある。おいそこの貧乏小説家。ん、お前だよ。あ、俺か。エクレールオショコラ持ってこい。は、そんなもの今ないよ。使えねえな。なら可愛い子ちゃん連れてこい。可愛い子ちゃんって誰だよ。可愛い子ちゃんって言えばあの女、ソフィアに決まっているだろう。メイちゃんじゃないのか、かわいそうに。めんどくさいな。さっさとしろ。何事ですか想像し。あ、ソフィアさん。それがリンタロウがカリバードライバーで邪悪な心を持ってしまって。なるほど、そういうことですか。おお、ソフィア待ってたぜ。お前俺様と結婚しろ。これでよし、私たちはこんなのに構っている暇はないのですよ。カリバードライバーは戻しておきますからね。リンタロウを一撃で。ソフィア様には逆らわないようにしような。うん。あ、キラメイレッドだ。おはよう。あ、セイバー、おはよう。最近調子どう？上々だよ。新しいロボも味方になったし、怖いものなしな感じ。そっちはどう？こっちも上々。新しいフォームを身につけることができたんだ。変身！かっこいいね。強そう。めちゃくちゃ強いよ。でもロボに比べればさすがに負けちゃうかな。そうかな。さすがにロボ級の大きい敵が来たらきついと思う。俺も大きいロボ欲しいな。セイバーの世界にはロボないの？ないない、フォームチェンジメインだからね。でもこれからのこと考えるとロボも欲しいよな。どこかにないかな。ロボありますよ。ん？なんか言った？何も言ってないよ。ロボあります。え？どこかから声がする。ここですよ、ここ。え？どこ？ここです。肩？はい、
カタです。君喋れるの？はい、喋れます。それよりロボありますよ。嘘、どこ？これです。え、だってこれ剣じゃん。はい、これがロボになるんです。嘘だ。だって剣だよ。無理だよ。ではここに私のワンダーライドブックをセットしてみてください。うん、わかった。行くよ。嘘、本当にロボになった。すごい、めちゃくちゃかっこいい。どうですか、これで大きな敵とも戦えますよ。何か違いましたか？いや、いいんだけど。何かあればおっしゃってください。いや、あのね、キラメージャーの方は二刀流でしょ。こっちは一刀流じゃん。やっぱり一刀流より二刀流の方がかっこいいなーって。そこ重要？いや、テンションって大事じゃん。かっこいい方が頑張ろうってなるじゃん。さすがに無理だと思うよ。できますよ。できるの？ちょっと失礼します。剣になった。これで二刀流です。いや、二刀流だけれどもこういうことではなくて、これならどんな敵が来てもへっちゃらです。へっちゃらですって、こんなの振り回せないでしょう。いけますよ。ほらね。そうね。乗り物用意してる。これ本当に強いの？もちろんです。実戦でお見せできれば良いのですが。ちょうどよく敵来た。ナイスタイミングです。私の強さをお見せしましょう。ちょっと待って、まだ気持ち悪。とどめです。すごい、めちゃくちゃ強いじゃん。え、変。これでどんな敵が来ても返り討ちです。そうね、とても嬉しい。大神事さんの使う音銃剣スズネ、めちゃくちゃ強かったですね。ああ、ありがとう。ブレーメンのロックバンドワンダーライドブックでのフォームチェンジもかっこよかったです。そうか、でもあの性格の変わりようはすごいですね。もう一回見せてもらえませんか？ダメだ。これは遊びでやるものではない。まあいいじゃないですか。おい、やめろ。ブレーメンのロックバンド。するとこら、勝手に触るな。面白い。もう一回変身するとブレーメンのロックバンド。解除すると、すげえ。はあ、もう気が済んだか。これって他の人が使っても性格変わるんですか？そうだな、試してみたことはないが、理論上変身者の特性に合った音楽性が付与されるはずだ。じゃあ俺も試してみていいですか？ふーむ、興味深いな。やってみるか。決まり。じゃあ早速行くよ。変身。音楽隊、2つの属性を備え、新刃が
マイクチェックワンツーヨー、俺は正義のライダー仮面ライダーセイバー、フォームチェンジでもたらす変化、言葉で打ち込む強烈な連打、行く道邪魔するメギドアセイバーツ、イエー、おー、なんかかっこいい。なるほど、トーマはヒップホップか。面白そうだな、俺にも貸してくれ。変身出したぞ。あれはヘドバンだ。となるとハードコアやヘビーメタルのあたりだな。じゃあ次は俺。変身。急に軽い感じになったぞ。あれはパンクだ。その中でも歴史の古いパンク、初期パンクのジャンルだな。おお、連っぽいね。凛太郎もやってみなよ。いや、俺は遠慮するよ。俺からも頼む。まあ大真嗣さんがそう言うなら。変身。よさーくわきを切る。うわ、なんか急に渋い。なるほど、凛太郎は演歌か。へいへいほー、へいへいほー。ケントもやってみなよ。うんうん、絶対にかっこいいジャンルだよ。そうだな、なんたってイケメンだからな。いや、そんなことはないけど、やってみるよ。変身。ちょっとなんか怖くなってきた。夜明けの晩に。わかった、もういいよ、やめて、怖い。鶴と亀が滑った。ごめんなさい、もうやめて。後ろの正面だれ。死んだ。ふむ、やはり遊びで使ってはダメだな。なぜお前は闇に落ちてしまったんだ。そんなに聞きたいなら俺を倒して力ずくで聞き出してみろ。くっ、いくぞ。とは言ったものの、パワーアップ後のやつを相手にするのは骨が折れるな。ここは先手を打つか。変身。暗黒圏暗闇。
チがそう来るならこっちも変身だ。残念だがお前は変身した瞬間に負ける。でたらめ言うな。ふん、まだまだ未熟。変身動作の時に一瞬の隙が生まれることを知らないのか。何？私が先に変身したことで勝負はすでについたのだ。くそ、おとなしく負けろ。行くぞ。ここまでか。うん。あれ？なんだ？様子がおかしいぞ。ちょっと丹磨、アクシデント発生だ。アクシデント？おお、よちよち。どうしたのかな？何これ、ベルトに話しかけてる。うるさいな、少し黙っていてくれ。ふむふむ、何何？さっき冷蔵庫に取っておいた長男のシュークリームを兄弟の誰かに食べられた？それで兄弟喧嘩していて戦闘どころじゃないって。困ったなぁ。何それ、身につけているベルトのドラゴンたち喋れるの？しかも兄弟？ああ、まだ紹介していなかったか。この子たちは我が子のようなものでな。左上から長男の一郎、そこから順番に弟の次郎、サブロー、シロー、そして末っ子のジョバンニだ。ゴロじゃないのか、しかも外人。この子たちの話を聞くから少し待っていてくれ。まずジロー、話を聞かせてくれ。その時間お前は何をしていたんだ？ふむふむ、その時間は友達と映画に行っていたから家にいなかったって？そうか、ではジローが犯人ではないな。急に人間味あふれてきたな。ではサブローはどうだ？ふむふむ、何？今まで彼女とデートしていたから家にいなかったって？お父さん、お前に彼女がいるなんて聞いてないぞ。どんな子なんだ？どうでもいいわ、思春期なんだろ、ほっといてあげて。そうか。ではシローはどうだ？ふむふむ、今まで図書館で勉強していたから家にいなかったって？そうかそうか、お前が兄弟で一番優秀だからな。お父さん鼻が高いぞ。どうだ、見てくれ、自慢の息子だ。うんうん、将来は医者か弁護士かなって知らんわ。最後はジョバンニか。そいつが犯人だから。まだそうと決まったわけではない、決めつけは良くないぞ。だって口にシュークリーム入ってるじゃん。ジョバンニ、お前はその時間何をしていたんだ？ふむふむ、お前も友達と遊びに外に出ていたのか。ではお前も犯人ではないな。それよりどうした？喋りがいつもよりもごもごしているぞ。口にシュークリーム入ってるからね。ふーむ、困ったな、これでは犯人がわからない、迷宮入りだな。仕方ない、今から一郎のシュークリームをみんなで買いに行くか。へ？ということで今回の戦闘はお預けだ。次会った時は必ず倒す、首を洗って待っていろ。さらばだ。何だったんだ。トーマ、この先敵はどんどん強くなってくるはずです。でも今の私では苦戦を強いられてしまう。今のままではダメだ、強くなるいい方法を何か知りませんか？そうだな、本で読んだことがあるんだけど、古来から鬼と戦っている部隊があるらしくて、その部隊に水の呼吸と呼ばれる流派の使い手がいるらしいんだ。どうやらその流派がとんでもなく強いらしくて、その水の呼吸を学ぶことができれば大幅なパワーアップが望めるかもしれない。本当ですか？水を扱うなら私にぴったりだ。その使い手に会うにはどうしたらいいのでしょう？有名な使い手にかまど炭治郎という人がいるんだけど、その人が所属している鬼殺隊という部隊は政府非公認の暗躍部隊だから、なかなか居場所がつかめないんだ。そうですか、ありがとうございます、なんとか探してみます。炭治郎先生、やっと見つけた。うわ、びっくりした。どちら様ですか？私、新道林太郎と申します。ぜひ水の呼吸を教えてください。また突然ですね、どうして水の呼吸を会得したいんですか？はい、私はカクカクシカジカの理由で世界を守る役目を担っているのですが、今のままでは強敵が現れた時勝つことができません。私はもっともっと強くならなければならないのです。そうですか、目標は俺たちと同じですね。わかりました、俺でよければ喜んで教えましょう。ただめちゃくちゃきついですよ、覚悟の上です。よろしくお願いします。でははじめは水の呼吸1の方、水面斬りを教えましょう。まずは俺がやるので見ててください。はい、伝説水の呼吸1の方、水面斬り。すごい、なんて威力、そして美しい。まずこれを会得してください。コツはクシュ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 。はい、わかりました。では習うより慣れろ。水面斬りが打てるまで妹の禰豆子と実戦形式で戦ってください。え、女性とですか？俺の妹はこう見えて鬼なんです。人は食わないので安心してください。めちゃくちゃ強いですよ。わかりました。禰豆子さん、よろしくお願いします。うん、うん。じゃあ俺は食料を調達してくるから、頑張ってくださいね。
ではねずこさん、早速いきますよ。タトクワグフグエグワギャー。なんて強いんだ。ダメージと疲労でもう動けない。くっ、これではダメだ。私は強くならなければならないんだ。頑張れ凛太郎、頑張れ。私は今までよくやってきた。私はできる人間だ。そして今日もこれからも疲れていても私がくじけることは絶対にない。もう一勝負お願いします。くっ、気合でどうにかなるものではないか。もう少しでつかめそうなのに心がくじけそうだ。きつい。でも負けない。ねずこさんの攻撃に耐えれたじゃないか。私は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。大丈夫、私ならできる。ふがー、なんだ。よもやよもやだ。探していた鬼の娘がこんなところにいたとはな。これは好都合。どういうことだ。うん、貴様何者だ。まあいい、この娘は今後我が組織の脅威となりうる存在として狩ることを指示されているのだ。ここで狩らせてもらう。ふん、ねずこさん、どうしたんですか。ふふふふ、俺の体からは太陽の光と同じ成分を発することができるのだ。どういうことだ。なんだ、知らないのか。ここは屋内で気づかなかっただろうが、鬼は太陽の光に当たると消えてなくなるのだ。なんだって。この娘は俺がいる限り外に出ることはできない。このまま串刺しで終わりだ。そんなことさせるか。タコウワ。強い、今の私の力ではかなわない。ふはははは、弱いな。弱い奴はそこで寝ていろ。炭治郎先生は今いない。私がねずこさんを守らなければならないのに。面倒だ、人差しで行くか。私が弱いばっかりに。ケントだってそうだ。私が強ければ止めることができたのに。強くなりたい、強くなりたい、強くなりたい、強くなりたい。じゃあな。ねずこさんは私が守る。水の呼吸一の方、水面入り。ぐわぐふ、打てた。体がもう言うことを聞かない。これで倒せていなければ。ぐう、くそ、ギリギリで急所を外せたか。貴様許さんぞ。貴様から串刺しにしてくれる。ダメか。先制中、水の呼吸十の方、制定ルテン。ねずこ、凛太郎さん、大丈夫か。炭治郎先生、突然嫌な匂いがしたから戻ってきたんだ。ありがとう凛太郎さん、あなたがいなかったらねずこは無事でよかった。でもさすがにもう動けません。少し休みます。ああ、なんてことだ。俺はどうお礼をしたら。あ、そうだ、水の呼吸を一気に全て伝授しましょう。そうだ、それがいい。うん、ねずこもそう思うか。よし、では凛太郎さん、今から特訓です。ついてきてください。いや、あー、新しいフォームを手に入れることができたけど、まだ使いこなせていないな。よし、修行するか。まずは変身だ。変身。よし、始めるか。でも何からやればいいんだろう。修行するとはいい心がけ。ドラゴニックブースターが喋ってる。うわ、大きくなった。俺が特別に修行をつけてやるドラ。ほんと？助かる。じゃあまずはワンダーライドブックを俺に壊して必殺技を出すドラ。うん、わかった。うわ、失敗しちゃった。いたた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 た。ちょっと、なんでいきなり噛むんだよ。失敗したら噛んでお仕置きドラ。はじめに言って。もう一回ドラ。くっそー、絶対に失敗できないぞ。
やった、成功だ。よくやったズラ。あ、ズラって言った。いたた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 た。もうなんだよ。余計なことは言わなくていいドラ。キャラ定まってないなら普通に話せばいいのに。次行くドラね。次はドラゴニックナイトワンダーライドブックを俺に壊して必殺技を出すドラ。わかった、失敗しないように。やった、成功だ。上出来ドラ。この俺の武器の形は歴代ライダーの中でも珍しいドラからね。しっかり修行するドラ。でも龍騎先輩のドラグバイザーによく似て。いたた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 た。真似したみたいなことは言わなくていいドラ。別にリスペクトしたって言えばいいじゃないか。次行くドラね。次が最後ドラ。最後は俺のこの部分を聖剣ソードにリードさせて必殺技を出すドラ。やっと最後か。よし、絶対成功させてやる。よっしゃー、修行完了。いたた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 た。なんで噛むんだよ。お腹減ったドラ。この子怖い。凛太郎、キングライオン大戦記の調子どう？上々ですよ。ライオンに変形できるおかげで獣の俊敏さと力強さを発揮できるのでとても助かっています。そうか。トーマのドラゴニックナイトはどうですか？それなんだけど、俺本体はかなりパワーアップしているから問題ないんだけど。だけどドラゴンが冷たいんだよね。え？冷たい？体温がですか？態度が。態度？何が原因かわからないんだけど俺に冷たいんだ。そんなことあるんですか？あるんだよね。見てて。おーい、ドラゴン元気か？な？あちゃー、嫌われてるのかな。言葉がわからないから何を思ってるのかわからないんだよね。聞いてみましょうか。できるの？ライオン形態になれば種類は違えど同じ動物同士、言葉がわかります。お願いします。わかりました。コホン、ドラゴンさん、トーマの何が気に入らないんですか？キモい。キモ、リンタロウ、なんて言ってるんだ？あ、いや、キモいと。キモ、もうちょっと具体的に聞いてみますね。ドラゴンさん、具体的にどこがキモいんですか？散歩が朝1回だけでキモい。俺がトイレした後の片付けが遅くてキモい。ご飯が一番安いやつでキモい。あと顔がキモい。相当溜まってますね。トーマはどうしたらいいのでしょう？散歩は朝晩2回、トイレはすぐ片付ける、ご飯は一番高くなくていいから中ぐらいのにしてほしい。わかりました。トーマに伝えます。トーマ、原因がわかりました。カクカクシカジカ。そうか、そうだったのか。ドラゴン、今までごめん。これから俺頑張るよ。それから1週間。あ、トーマ、ドラゴンさん、その後どうですか？それが全然変わらないんだよ。え？ちゃんと修正したんですよね？したよ。わけわかんないよ。もう一回聞いておくれよ。わかりました。ドラゴンさん、どういうことですか？前より悪くなった。散歩は2回だけど張り切りすぎて毎回全速力で走ってキモいし、トイレはタイミング逃さないよ。トイレ中じーっと見ててキモいし、餌は中ぐらいのでいいって言ってるのに頑張って一番高いの買ってきてキモいし、あと顔は相変わらずキモい。凛太郎、なんて言ってるんだ？なんていうか、その掃除てキモいと。これは時間かかるなぁ。なあ凛太郎、俺疲れた。
何を言い出すんですか、いきなり。カリバーめっちゃ強いしさ、もっと楽して倒したい。そんなこと言ってはダメですよ。ケントの敵討ちはどうなるんですか。まあまあ、話は最後まで聞いてよ。え、実はこんなもの用意しました。何ですか。これトラップです。え、これでどうするんですか。カリバーが歩いてきたら気づかずここに足を踏み入れるでしょ。そしたらガバッとこの歯が噛みついて、カリバーを掴んで離さない。その隙に攻撃を叩き込む。無理ですよ、こんな分かりやすいトラップ気づかないはずがありません。大丈夫だって、早速ここ置いとくから間違って足入れないでよ。さあカリバー来い来い。一つヒットように力持ち。あ、オガミさん。二つふるさとあとにして。あたたたたたたた、誰だこんなところにトラップ仕掛けたやつは。ちょっとちょっと、オガミさん、これカリバー用なんだから引っかかっちゃダメだよ。お前か、これを仕掛けたのは。ごめんなさいわ。逆切れっていうか、引っかかる人いるんですね。もう頼むよオガミさん、またトラップ設置してっと。あ、大神寺さん。ん、なんだこれは。トラップか、ずいぶんわかりやすいトラップだな。ですよね、やっぱり引っかからないですよね。凛太郎か、こんなのに引っかかるのはよっぽどのバカぐらいのものだろう。何が目的なんだ。これでカリバーを引っかけて倒してやろうと思ってるんだ。いいんじゃないか。適当だな。俺はブレーメンホームの修行をしなくてはならないんだ。邪魔するな。ちょっともうやめてくれよ、これカリバー用なんだってば。もう一回ここに置いてと。さあ来い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 。だから無理ですって。ん、カリバーが来たぞ、隠れろ。ん、なんだこれは。トラップか、ずいぶんわかりやすいトラップだな。カット。ちょっとカリバーさん、そこは分かってても引っかかってもらわないと。トレダカのことちょっとは考えてよ。トレダカ、何のことだ。もういいからいいから、次はちゃんとやってよ。うむ、ここで引っかかればいいのか。痛い。はい、カット。引っかかってもらったのはいいんですけど、なんだろうな、花がないんだよな。もうちょっと派手にお願いできないですかね。うむ、あい、わかった。派手にか。ふーむ。ん、これか。いざ参らん。とう。とう。あ、痛い。はい、カット。いいのいただきました。最高です。うむ、それはよかった。じゃあ、明日もこの調子でお願いします。お疲れ様した。お疲れ。